自分はこう文字が模様に見えるっていう、こう体験をよくするんですけど、他にもこう見間違いだったりとか読み間違いとか、まあ、書き間違いとか、まあ、ヒューマンエラーのこう体験からこう人にこう注意をされるっていうことで、こう人の認識と僕の認識ってこういうふうに違うんだなっていう、こう気づきというか困り感っていうものをこう物と一緒にこう作ってこう伝えたいなっていうところから、武蔵野美術大学の彫刻科に行って、自分はディスレクシアっていうのをこうテーマにしつつこういう作品作ってますっていうと、面白いねって言ってもらえて、作るきっかけとしてはこうよりこう皆さんにこう見え方を知ってもらいたいっていうところで始めましたね。文字っていうものを皆さん黒いこう線を文字って認識してると思うんですけど、ディスレクシアの人ってこう周りの白い余白が気になったりして、文字っていうよりは線のリズムとして捉えるようなこう形でこう言語が言語じゃなくなるってい こう体験を僕はしてると思って解釈してるんですけど、こう線の流れとか造形っていうものって何なのかなっていうのをテーマに、ハンガーで曲げるっていう行為の無意識的にこう繰り返しの中で出てきたこう造形を並べることで、ある種言語的単位だったりとか言語っぽさみたいなところを卵とハンガーっていう こう2つの素材の関係性で作ってきました。耳の作品を出してるんですけど、僕は耳とか目とか見るっていう感じだったりとか、まあ、貝っていう漢字を見間違うことがよくあって、で友達に耳と貝って漢字似てるでしょって言ったんですけど、いやいや上がこう線が出てるし形がそもそも違うからあんまり似てなくないって言われて共有できなかった経験があったんですけど、でそういうこう似てる似てないってどういう風に人がポイントとして見てるのかなっていうのを気になって、今回耳っていう実際のものの形と貝っていう形をちょっとこうお互い緩やかに共有しつつ一つの彫刻として作った作品を出したりしてて、耳と貝を間違ってしまうっていうのは3本のこう四角い線みたいなある種部分だったりこう文字のリズムを気にしたりしてしまうことがあって、で外の風景も看板とかあると思うんですけど、そういうのがこうまず色から入ってくる、例えば黄色い下地に黒で字が書いてあってもなんか黒と黄色のコントラストで見てしまうっていうことがあるんですけど、人がこう意味を読み取るための部分の周りを見てしまうっていうことが意識することが結構あって、文字の作品をたくさん作っていたのでもう少し文字から離れて自分のこう見る構造、見てしまう構造の特性っていうのにフォーカシングして、色を取り扱った作品をより多くちょっと作りたいなっていうところから、サインをモチーフに僕がこう色の体験をするっていうことを皆さんにこう体験してもらいたくて、最初にラインシリーズ1っていうのを作って、今シリーズは番号を振ってタイトルをつけてるんですけど、認識のズレっていうのは結構僕はこう秩序がこうどう変わるかっていう体験の瞬間に出会うことがあるんで、その辺を重視してハンガーの作品も
あの漫画の作品も新聞紙の作品も、あの既製品を使った作品はそこを考えて作ってたんですけど、で LINE シリーズに関してはよりこうそこからたくさん出てきたキーワード、認識のズレだったりとか認知の水準とかこう秩序が変わるっていうところのキーワードで、あのもう少し色を取り扱って秩序っていうものと無秩序っていうのはどういうことなのかなっていうので、LINE シリーズを作るこう初めのこうきっかけが大きいテーマとしてあって、今後としては、LINE シリーズに関してはあのそんなにもうあまり色にこだわらなくてもいいのかなっていうふうに思ってて、文字に関するあの作品はずっと作っていこうかなとは思っていて、あと自分のこう制作のスタイルとしてこう無意識的な繰り返す行為を遊びとして楽しんだりとか、こうヒューマンエラーっていうところをなんか不自由から自由みたいなあのことがよくあの読み書き障害の人って体験するんですけど、そういうのをテーマに作品を作っていければなって思ってます。Thank you.